めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。最高だね。これは最高。やば。すごい。あーすごい。できん。できん。なんかやっちゃった。ふせゆきチャンネル。行こうゆきちゃん。はい。楽しいね。住宅街だよ。ラウンジに行きます。ラウンジに行きます。全部喋ってくれるから。でも連れてってくるから。すごい。オニオンコンソメラスク、なんとかの玉ねぎを使ったラスクになります。助かります。なんとか玉ねぎ。こちらが酒粕と米粉のコンソメで、何かの酒粕を使っています。簡単先出す。もうすごいじゃん。いいじゃん。そうだ。美味しい。ワインと一緒に、ね、楽しみたいね。わざとらしい。どうしちゃったんだろう。楽しいねマジで。楽しいよ。もし着きました。東武日光駅ですね。それ別に嘘つかんでもいいわ。確かに。涼しい。出ますか。本当に美味しいと思ってなかった。大丈夫です。大丈夫。終わり。朝日どうしない様子。今日のお宿はこちらリッツカールトン。イエーイ。かわいい。かわいい。え。赤ちゃんすぎ。かわいい。かわいいねーって。いや、さすがにかわいいよね、これ。かわいい、泳いでる、泳いでる。自由自在だね。楽しそう。よかったね。楽しそう。足も掴んで。美味しいね。食べてはどこでも美味しい。すごーい。めっちゃいいママだわ。あ、すごい。すごい。ああ、いいね。いいね。すごい綺麗。よかったね。今日はちょっと天気良さそう。確かに。かわいい。かわいい。ちかわ。姿勢悪い。かわいい。これ何なんだろう。ね。いいですか。あ、そうなんだ。日本料理だって。なんだ、ジャパニーズレストラン。めっちゃおしゃれだ。すご。なんと。いけそうだね、そっち。すごいっす。くすぐられちゃうね。途中まで誰が降りてるところ。3階の。楽しかった。ね、自然だ。マジで綺麗。よし、戻るか。戻りますか。こっちだよ。よし、行きますか。こっち、車道になります。テイクアウトしました。しました。食べるつもりだったんだけどね、うん、近くの黒崎っていうお店のお寿司です。そうそうそう、泣いちゃいそうだったのでテイクアウトに帰ってもらって、うん、食べよう。やったやった。あー、美味しそう。いかがですか。やばい、美味しい。やばい、
てくれたしね、ちょうどね。ね、味に集中してご飯食べれる。嬉しい、うん。いただきましょう。起きてるね。ね、すごい。もうすぐ寝ちゃうんかな。楽しいんだろうね。ということで、うん、赤ちゃん旅行今おしまいです。はい、無事待ってないよ、まだまだ帰れてない。そうだ、ね、家に帰るまでが安くです。あ、そうでした。そうだね、初旅行だったね、5ヶ月で。5ヶ月初旅行、うん、多いと思うよね、5ヶ月で行く人。そうそうそう、みたいだよね。うん、まあ6ヶ月とかかな。うんうんうん、ちょうどで授乳感覚が落ち着いてきて、ちょうど結婚記念日と近かったからね。一緒こたりしてね、うん、いいところに泊まろうって言って行ってきましたね。行ってきました、ね。楽しかったね。楽しかった。やっぱりさ、2人で行く旅行じゃなくてさ、うんうん、赤ちゃんを見るとさ、うん、楽しみ増えるよね。可愛い。ね。いちいち可愛いよね。そうそうそう。日光東照宮あるのに、うん、傘見てる。そっちじゃないよ。ずっと成長の顔見てたもんね。ずっとパパの顔見てた。パパの手、傘持ってる手を。さすがに可愛い。ねえ、世界さん見てって思ったけどね。こうやって見せてもさ、もう。あ、そうそうそう。それも見えるよ、それって。でもめっちゃいいと思う、確率。なんかもうちょっと大きくなるとやっぱ赤ちゃん中心の旅行になるというか。あ、そうだね。ちょっと歩き回ったりとかしちゃうから、うんうん、ちょうどずっと抱っこ紐で行けたから、ね、まあ2人で行ってる感覚もあるしって感じだよね。そこに赤ちゃんも一緒にいるよみたいな。そうそうそう、すごい行きやすかったです。そうだね、うん、重くもないしね、まだ。あ、そうそうそう、なんか抱っこ紐で歩けるの結構でかいと思う。でかい。ベビーカーはやっぱ結構ね、回るとこ大変だと思って。そう、ちょっと歴史ある観光地ってね、うん、エレベーターとかエスカレーターないんだね。そうそうそう、日光東照宮結構大変だったよね、うん、階段とかだった。そう、スーツケースとかもずっとね、こうやって土地預けられたけど、うん、そう、結構大変だったんで、たので、ね、このタイミングで行けてよかったなって思うね、うん、おすすめだね、このタイミングが行くのが、うん、めっちゃおすすめですと思います、思います、うん、でもちょっと泣かれちゃったね。そうだね、やっぱ泣きが始まってる時期というか、うん、で、まあ、結構仕切り図もできるようになってるから、ここ家じゃない泣きみたいな。そうそうそう、環境の変化、泣きが多分あって、うん、2日目はもうあのテイクアウトでホテルで食べたね、うん、そうだね、昼も夜も、お昼も夜もテイクアウトにしちゃったね、うんうん、本当はそのお店で食べる予定だったんですけど、うんうんうん、電話してるんですよ、行きますかって言って。そうだね、あとあの、はい、お昼にハイキングに行く予定やったけど、あ、そうだね、ゆっくりしよう。私はもう疲れちゃったから。そう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 、ゆっくりホテルで、ね、泊まっとこうみたいになって。そうだね、キャンセルしましたね。うんうんうん、って感じだったか、って感じかな。1日目に明治の館に行って、私たちの思い出の場所なんですけど、うん、そこに3年前も行ったんですけど、うん、そこに行った時にね、ちょっとぐずっちゃってね、そうそうそう、頑張ってあげしてみたいな感じでちょっと大変だなって思ったので、ちょっとね、ちょっとね、飲食店やとね、うん、まあ、観光できてるしさ、みんなみんなの邪魔しても悪いなっていう気持ちもあってね、そう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 、っていうのでちょっと気遣いしちゃったのでなので、そうだね、ホテルステイはいいですね。うん、ホテルステイできるところに行くのがいいかもしれないね、うん、ホテルステイできて逆に良かったかもしれない。うん、めっちゃ散策したし。あ、そうだよね、そう、めっちゃせっかくいいってホテルに泊まったからさ、そう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 、めっちゃ見たかったから、うんうん、ちょうど良かったなって思って、ね、今2人とも育休だからさ、うん、日月かって思ったんだよね、うんうん、そしたら結構もうスタッフさんがちゃんと手厚く対応してくれて。確かに確かに。レイクハウスっていう、そうだ、なんかそうそう、レストランがあって結構お高いんですけど、やっぱりこうね、いいホテルなので、うん、で、お昼ご飯食べた後に、うん、なんかあのそのレストランの中を見たいねって言って、うん、そうそうそう、ちょっと軽食を買ってちょっと中見ようみたいな感じで、そうそう、パンとかクッキーとかね、そうそう、買って買ったら見えるしみたいな感じで行ったら、うん、すぐ案内されて、そう、扉開けてこちらですみたいな、お昼もう一回食べるみたいな、お昼もう一回食べることになるってなって、焦ったね、焦ったね、マジで焦ったね、どうしよう、もうお腹もお金もないんで、あれねーと、よかったね、ちょうど安いお手頃なやつが残ってて。そうだね、ちゃんと軽食、シュークリームを、うん、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、え、これ本当にあの、そのリッツカルトンだからとかじゃなくて美味しかったよね。そう、なんかさ、リッツカルトンのシュークリーム美味しかったとか言ったらさ、なんかちょっと生きてるみたいな、本当に美味しかったんですよ、マジで一番美味しかった、え、なんかザクザク、まずでかいし、そう、分かりやすく美味しかった、あ、そうだよね、そうだよね、なんかすごいいい、なんか雰囲気のあるとかじゃなくて、ね、ザクザクしてて、めっちゃパンパンにクリーム詰まってて、そうそうそう、クリームも美味しくて、そう、
あれすっごい、最初さ、保冷剤入ってるんやめっちゃ重くてずっしりしてね保冷剤入れてくれたんかなとか言ったらもうそれだけだったびっくりしたパンパンで、ね、重軽いしだったでしたね、いい思い出ですね。ぜひ来られた方はね、買ってもらって、うん、思ったよりも軽かったら願いかなはずなんでやってみてください、ね、やってみてください。いや楽しかったね、楽しかった。振り返ってね、すごい可愛い写真もたくさん撮れたし、いい思い出になったね。なりました、うん、またポイント貯めて、ね、来よう、うん、あ、そう、今回の宿泊は、うん、クレジットカードのポイントで来てて、うんうん、普通に泊まったら2泊で40万するんですけど、うん、そのポイントなんで泊まったポイント使って今回無料宿泊になってます、うん、すごいよね、すごい。普通にだから日常生活でクレジットカード使ってたポイントで泊まってるんで、そう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 、本当に無料だよね、ね、っていう感じです。そうだ、普通にその楽天ポイントとか貯める感じで、うんうん、クレカのポイント貯めたら、うん、こういうとこ泊まれちゃうっていうね、めっちゃお得だよね。ちょっと旅行を好きな人はマジでめっちゃお得です。で、うん、であの概要欄のリンクから飛んでもらうと、うんうん、4万5000ポイントもらえるんで、私たちはもらえないんですよ、あの皆様がもらえるんで、ちょっと興味あるなと思ったら、ね、ぜひチェックしてもらえる。年会費が5万円ぐらいかかるんだけど、うん、年間で150万使うと5万円分のポイントが来るんだよね、うん、だから実質年会費無料でみたいな感じだよね、うん、そうで多分あれ一人暮らしだったら150万って結構だよね、うんうん、でも2人って暮らしてたら、うん、とか夫婦で見てたら、うん、家族とかね、子供とかいたらもう絶対多分超えると思うので、年間、うん、ね、僕らも一つのカード一緒に使ってって形なので、うん、でもほぼ全部それで生活費とかも衣類とかも全部それで買ってると普通に超えてるので、うん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 、それでやるのがおすすめです。おすすめです。旅行好きだなとか、しかも子供に優しい。ああ確かに、それもいいよね。スタッフさんがすごい子供に話題かけてくれたりとか、うん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 、気にしてくれて、ベビーベッドとかも用意してくれたしね、うんうんうん、あ、そうだよね、そういうのも手厚いので、うん、めちゃめちゃおすすめです。めちゃめちゃおすすめです。離乳瓶の消毒もしてくれるとかね、そうそうね、すごいよね。なんか離乳食もね、頼んだらやってくれるみたいな、今回はもうなしで行ったんですよ、うんうんうん、とか、いろいろもあるので、すごいよね、めちゃめちゃおすすめです。めちゃめちゃおすすめです。ぜひ、なんか子連れだとさ、そういう高級なんかホテルとか、ね、泊まりにくいなって思うと思うんですけど、うんうん、もう見つかるとな、すごいね、すごいんで、ぜひちょっと興味あるなって方は覗いてみてください、うん、案件とかじゃないんで、これあ、そうなんですよ、本当におすすめしてます本当にめっちゃいいのでおすすめしてます本当にね案件よかったらください。あ、そう、案件も待ってますそう、ね、ということで気をつけて帰りましょう、はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。赤ちゃんの5ヶ月おめでとうって思ってくれる人はグッドボタンとチャンネル登録とコメントお待ちしております。バイバーイ。こちらです。